石垣島地方気象台は、沖縄県石垣市にある地方気象台、八重山地方を管轄する。大別すると予報業務、観測業務、地震、津波業務を行っており、このうち観測業務としては、地上気象観測、生物季節観測、地域気象観測、高層気象観測、レーダー気象観測、精密日射放射観測、 大気バックグラウンド汚染観測を行っている。沖縄気象台の管轄下にあり、西表島に、西表島特別地域気象観測所、与那国島に、与那国島特別地域気象観測所を有している。また、石垣島の伊原間、カビラ、西表島の大原、波照間島に、地域気象観測所を有する。大気バックグラウンド汚染観測は、 与那国島特別地域気象観測所で行われている。沖縄県最高峰の表だけには、気象レーダー観測所が設けられている。生物季節観測では、日本各地の気象台で行われているもののほかに、岩崎草ゼミや、琉球熊ゼミの初なる、差し葉の南下所見、悲観桜の開花や満開、デイゴや琉球コスミレの開花といった、八重山地方に、 特徴的な生物の観測を行っている。1897年から現在地で観測を行っており、2017年5月に世界気象機関が100年以上にわたり、同じ場所で気象観測を継続している観測所を認定する100年観測所に日本で初めて認定された。2018年12月5日には100年観測所の認定プレートが設置されている。 ありがとうございます。